オープニングが変わりまして踊りたくなるような内容ですよね。うーって始まるこうなんかシャラララって始まりますもんね。テーマがあるんでしょうかね。もしかしたら素敵な研究所だからああいうオープニングなんですね。こうこうやって踊りたくなる内容なんですかね。ね、ミュージカルですと言ってコメントも。私踊りできないので踊れないんですよ。踊れます皆さん。私踊りが大の不得意で居残りになったことあるんですよ高校生の時に。そうなんですよ、授業であってできなくってもう居残りですね。残っていくんですよ、できない人がそう、あの居残りって別に放課後集まるとかじゃなくて、できた人、合格した人は次のことできたりするんです。自由時間とかが体育の時にあって違うことしてもよかったんですけど、ひたすら私はできなくて、後のグループと一緒に踊ってましたね、できなくていやー踊れるのすごいですよね。踊れる方結構キャスターさん先輩方も踊れますし、ねえリエナちゃんもタップダンスできるんでしたっけ。かっこいいですよね。あ、体育祭の練習だったな、覚えるまで帰れないと。ソーラン節とかですかそれ。私ソーラン節は通ってないんですよ、道で。ソーラン節じゃなくてよかったのでまだ幸いでしたね。ソーラン節難しそうですもんね。ソーランってねはいはいって言うんでしたっけ。よっこいしょよっこいしょソーランソーラン合ってます。ソーランソーランソーラン節難しいイメージありますよね。はーよっこいしょ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 ソーランソーラン違いますか。あ、筋肉痛になってました。そんだけ厳しいんですか。飛び跳ねたりするんですか。夏休みに行われる朝のラジオ体操とどっちが厳しいですか。ソーラン節ですかそうなんですか。あ、どっこいしょですか。よっこいしょじゃないんです。どっこいしょどっこいしょ。なるほど、ありがとうございます。あ、足腰めっちゃ使うんです。漁師さんが確か踊るんですよね。でしたよね。あと裸足でやる。あ、裸足で海岸でやるものなんですね。運動会のイメージが多いのできっとこの時期、ね、学生の方は練習している可能性もありますね。圧倒的にソーラン節が辛いですと。明日も西日本東日本では30度近くまで気温上がりますので